中西健太は、滋賀県八怪市市出身の元プロ野球選手、宇藤右内。小学校3年生から6年生まで、滋賀県東大見市の玉をレッドスターズに所属。中学では、道県日野町にあるボーイズ、大見ボーイズに所属。北、大津港では1年生から、聖保守都市、マスクをかぶり、3年夏に首相として、母校を。 甲子園初出場に導く。一回戦で、ダルビッシュ有用する東北高と対戦し、令から13、と力負けしたが、自身はダルビッシュからに安打するなど一人気を吐いた。50メートル6.0秒、遠投100メートルと高い身体能力を誇り、高校通算42本塁打。2004年のドラフト4巡指名を受け、福岡大英ホークスに入団。 直後に球団が大英からソフトバンクに売却され、福岡ソフトバンクホークスに解消したため、大英のユニフォームは入団発表会見で着用したのみとなった。2006年にはハワイウィンターリーグに江川千秋と共に派遣された。2008年、打力を活かすため保守から外野手に転校した。外野手転校後は2軍で高い打率を残し、 5月28日に、初の一軍昇格を果たす。6月3日の対東京ヤクルトスワローズ戦では、村中京平から第1打席で、初安打、第2打席で、初本塁打を記録した。第3打席でも、適時に塁打を放ち、初猛打賞。その後も、買い打戦で一軍出場を続け、出塁率、長打率ともに、チーム内では上位に入った。 2009年、6アンダに終わった。2010年は一軍出場なし。2011年、外野手登録から、保守登録へ戻った。埼玉西武ライオンズの細川徹の FA 遺跡に伴い、背番号を31に変更。2012年からは、背番号を58に変更するとともに、再び外野手として登録された。2013年には、 ウエスタンリーグで公式戦93試合に出場。打撃面では、打率、323、101アンダ、9本塁打、出塁率、417という好成績で、同リーグの首位打者及び、アンダ数、出塁率1位になった。一軍には4月と7月に2度昇格したものの、公式戦には6試合の出場で打率、百二十五、一安打。 例本類だと低迷。シーズン終了後には、フェニックスリーグへ参加していたものの、10月26日に、球団から戦力外通告を受け、現役引退。9年間のプロ野球生活に幕を閉じた。引退後は、スポーツオーソリティの神尾大岡店など県内3店舗で、働きながら、会社が企画する野球教室などで、普及活動にも携わる。 ありがとうございます。